薬師地公園は東京都町田市の津田町の段沢地域にある町田市立の都市公園。新東京百景、日本の歴史公園百選に選定、東京都指定名称に指定されている。公園の中央部より東側に薬師池がある。公園は町田市のほぼ中央に位置し、東側が南北に東京都道18号府中町田線と面している。そこは、 のつ田町の南東の端にあたり、本町だ、山崎町、金井町、薬師台との町境が入り組む場所である。公園のある場所は、玉丘陵の南部で起伏が非常に激しく、公園付近は戸となり、東側、南側、西側は丘陵地の急な斜面で、北側は鶴見川に向けて緩やかな下りとある。南側から西側を回り、北西側にかけての、 丘陵地は、公園の西にある七国山や南にある本町田の丘陵地と尾根で繋がっており、本町田丸山緑地、七国山緑地、民権の森緑地と合わせて緑濃い里山を形成している。鎌倉街道を挟み東側に町田立園が、南側に町田海老園、UR 等の大団地が存在する。公園内の商業施設公園周辺に、 約七公園来訪者用駐車場が複数存在するが、休日は家族連れなどで激しく混雑し満車が状態化しているほか、交通量の多い鎌倉街道は休日この付近で慢性的な渋滞が発生しているため注意が必要。町出しが交付している原動機付き自転車用ナンバープレートにおいて2013年9月2日から、 デザインナンバープレートの交付が開始され、薬室公園をテーマに据えに、ランドマークである、薬室と池にかかる太鼓橋、椿の花と死の鳥である川ミがデザインされている。都市施設、町田市統計書、第48号2014年度版、町田市町田の教育2015市場編町田市、昭和53年1月21日文部省告示。 第11号町田市都市緑西部公園緑地下町田の公園と緑ガイド町田市 2001.352p 広報町田広報町田原動機付き自転車オリジナルナンバープレートを交付町田市ありがとうございます